はい、こんにちは。こんにちは。今日は外に撮影に出てきてます。はい。で、今日はこの車をプロの洗車で洗ってもらおうかなと思ってます。マーク2ね。そう、あ、そうだね、マーク2。マーク2をプロの洗車で洗ってもらおうかと思ってます。洗車っていつもどんな感じでやってるの？手洗いですね。愛情手洗い洗車です。うん。適当なカーシャンプー、安いコーティング終わりです。まあもう同じようなもんだね。じゃあプロの洗車がどう違うのか。はい。でまたこの車あれでしょ、あんまり最近は洗ってないんですよ。いやもうだいぶ育てだよ。3週間ぐらいですか。ほったらかし。洗ってない。洗ってない。汚ね。これがどんぐらい綺麗になるのかと、あとはあれね、なんか自分でできる洗車法とかも教えてもらえるのかな。あ、そうね。なんかね、参考にさせてもらって、グッズ等々、どんぐらい綺麗になるのか、行ってみようと思います。はい。はい。洗車はどんな順番で実施されるんですか。ホイールから始まって。はい。でその後ホームランスをかけて、でその細かいところを筆でこうやっていくっていう形で、その後また流して、でその後ミットで軽く当てながらまたこするっていう形になってます。で洗い流して完了。はい。最初は使う道具を泡で。そうです。これを泡を使って、今やってるのはブレーキダストとか土汚れとかそういうのに効果があるものを、で、まあ、一応何でしょう、ゴシゴシしないのをなるべく心がけてるので、その汚れに合った洗剤を噴霧して、で可能な限り力を入れずに、まあ、汚れを落とせればなっていう感じでやってますね。多分どんな汚れも力入れてゴシゴシすれば落ちると思うんですけど、まあそれだと傷が入ってしまうので、可能な限りそうならないようにやってますね。いただいた金額に見合った時間しかかけれないんで、なかなかできるとこできないとこあるんですけど、まあでも大体1時間ぐらいで終わるんで、1時間で結構綺麗になればいいです。力入れずに結構汚れがそうですね。もう綺麗です。自分でやる場合ちょっとホイールって汚すぎて外した時ぐらいしか触らないです。そうですよね。お湯になってますね。さっきの泡で、はい、もう汚れがほとんどないので、はい、表面には、はい、なのでこれはなんか撫でるだけ。ここでやっと表面を撫でられるようになるんですね。そうですね。そのさっきのがプレウォッシュって言うんですけど、はい、あの工程を踏んでないと、はい、これやったら傷入るんですよね。それで砂とかをこう引っ張っちゃうんですね。そうですそうです。どんだけ優しく手洗い洗車しても、はい、さっきのやってないと傷入ってる。すごい。こんなかっこいいとこ入れたことない。これすごいな。欲しいな。早く塗っちゃいましょう。かっこいい。すごい。正面で撮るとすごいかっこいい。これすごいね、うん、かっこいいね。すごいわ。かっこいいですね。すごい。こんな綺麗なのに、ね、これ嬉しいな、ね、え、持ってくる。濡らして大丈夫。今日は埼玉県にある小和さんに、洗車していただきました。初めてこんな綺麗に、すごい感動しました。すごい綺麗。本当に綺麗なんで、うん、外に出したくなくなりますね。ガレージを買うよう僕もいっぱい働いて頑張りたい。買おう。はい。うん。月1年これを持ってきて綺麗にしてもいただけるように頑張りたいと思います。はい。満足度高いです。うん、以上です。はい。ありがとうございました。